お待ちください殿。今呉を攻めるのは上策ではありません。まずは呉と結び曹操を討つのが先決です。ならん。憎き呉を討ち滅ぼしてくれる。曹操など知ったことか。呉と同じ天はいただかん。そう決めたのだ。全軍進め。呉の孫一門を根絶やしにするのだ。藩城攻略の最中、関羽将軍は現れた国により。なんと雲長か。私の剣を持て。全軍急ぎ戦の準備をせよ。なりません殿。特属は葬儀。孫悟を攻めることに大義はありません。呉はおのずとこちらに従属します。お考え直し。大義や天下が何だというのだ。この悲しみお前たちには分かるまい。劉玄徳は愛する弟の仇孫悟を討つ。何としても雲長の仇孫権を討つ。最後は呉将の手に落ち、関羽将軍潔い散り際でございました。なんと。おいおい、兄者。私は共に行こうなどと言いながら失ってしまった一番身近、一番大切なものを。何をしていたのだ私は。兄者、グダグダと。諸葛亮、お待ちください。待たぬ、戦だ。今すぐ将来を呼べ。雲長の恨み、何としてもこの手で晴らす。進め。孫悟を完膚なきまでに叩くのだ。呉を討たねばなるまい。殿下の国賊は義の葬儀。今呉を討つ意味はないか。意味はないだと。よくもそんなことが言えたものだな。雲長の仇を討つ、それ以外にどんな意味がある。すまぬ。報告！将軍が、上司将軍が配下の裏切りに遭い撃たれたとは。裏切り者は上司将軍の首を持って呉へ逃亡した模様です。殿を頼む。は。
お前たち、雲長、雲長はどうした？父は殿に、兄者にすまぬと。おお、雲長。今はお聞きよ、張飛軍の長達ら離反、張飛殿を手にかけ御に下りました。なんと欲得まで。これらは全て孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない。そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち陣の世を築く、それが我が兄弟たちへの手向けだ。雲長、独特の無念を晴らす。皆進め、孫悟を根絶やしにするのだ。ほう、雲長、雲長、なぜ私と欲得を残して行ってしまったのだ。申し訳ありません。私たちの力が足りないばかりに。いえ、劉備殿、攻めを追うべきは私です。呉が関羽殿を狙う可能性はありました。もっと兵を送り警戒していれば。雲長の死はここにいる誰の責によるものではない。全てはこの裏切りが元凶。恨み憎むべきは孫権だ。兄者、何がどうなってやがる。なんで孫権の野郎が裏切ったんだ。俺たちは誓ったじゃねえか。生まれた時は違えど同年同月同日に死のうってよ。関羽殿だけじゃない、関平殿も周曹殿も陣の世を見たかったはずです。漢中落とし、もうすぐ木を倒せると思っていたのに。みんな、どうか今日は雲長、関平、周曹、そして繁盛に散った兵たちのために喪に服してくれ。彼らは陣の世のため戦い散っていった。その志は我らが受け継ぐのだ。法政は言った、私には復讐などできぬと。だが私は聖人君子ではない。弟を裏切りで失い、なおおとなしくなどしていられぬ。孫権、この恨み必ず晴らしてくれよ。城内では呉へ攻め込むべしという声が高まっております。兵たちだけでなく益州の民も関羽殿の敵を討つべきだと。劉備殿、怒りに任せ、呉を攻めるのは得策ではありません。呉との関係を修復させ、天下三分の大元へ回帰すべきです。確かに君主としての私はそうあるべきであろう。しかし兄としての私は。兄じゃ、何ぼさっとしてるんだ。戦だ、この連中一人残らずぶっ潰してやる。張飛殿、お気持ちはわかります。しかし。おめえに何がわかる。俺たちはな、
三人同じ日に死のうと誓ったんだ。同じ夢を見て戦ってきた兄弟が汚ねえ裏切りで死んだ。じっとしていられるわけがねえだろう。張飛殿、落ち着いてください。今呉と戦っては劉備殿の天下が危うくなります。それは関羽殿も本意ではないはず。本意だ？そんなの呉を討ちてえに決まってんだろう。あいつらは兄者の志を踏みにじったんだ。そんなやつ兄者の天下に必要ねえ。そうだろう兄者。私はこれまで目の前の人々を救いたいという一心で戦ってきた。だが一方で私のために多くの者が目の前で死んでいった。文鳥は最後まで我ら兄弟の志を追って死んでいったであろう。私はその志を叶えねばならぬ。諸葛亮、趙雲、急ぎ戦支度をせよ。呉は我らと同じ志を持たぬ存在だと分かった。ならば私はそれを討つ。私のために死んでいった者たちのためにも撃たねばならんのだ。劉備殿、それは。二度と同じことを言わせるな。急ぎ戦支度をせよ。我らは孫悟を討ち果たす。劉備殿はここまで志に突き動かされてきた方。我らがどんなに言葉を尽くし理を説いても止めることはできませんね。ですが法政、あなたという劇薬であれば劉備殿を止めることもできたかもしれない。諸葛亮殿。おい、誰か来い。はっ。呉の奴らをぶっ潰しに行く。明朝出陣だ。全軍に支度を急がせろ。遅れた奴は片っ端から叩きのめす。明朝ですか。もう少し期限をいただくわけには。ダメだ。これは兄者の弔い合戦なんだ。俺が一番乗りしなきゃなんねえ。そんな。俺はこれから出陣前の宴会に行ってくる。宴会が終わる前に準備を終えろ。さもなくばおめえも叩きのめすぞ。明日から兄者の弔い合戦だ。おい、誰の差し金だ。あ、こっちもかよ。欲徳が死んだ。なぜだ。なぜ私一人置いて皆先に行ってしまうのだ。親父が無理難題をふっかけて、それに怯えた兵士がやったとか。そりゃ確かに親父も悪いけど、許せないのはそいつらが呉に逃げたってことです。ひょっとすると親父が殺された裏には呉の策があるのかも。だとすれば、父上や兄上と同じ張飛殿を死に追いやったのは呉の裏切りということになります。卑劣な呉を許してはおけません。関羽殿も張飛殿も良い武者だった。そんな若者の未来を奪いおってわしが呉に引導を渡してくれ。皆、
よくぞ言ってくれた。雲長と翼徳のためにもこの戦負けるわけにはいかぬ。私も死ぬ気で戦おう。皆の力で呉を討ち果たすのだ。雲長、翼徳、お前たちの無念を晴らそう。医療へ進軍し孫権をこの手で討つ。